皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋咲子です。本日のテーマは、集客の課題は正しく把握することが大事です。というお話をしてみたいと思います。えー、テーマがですね、なんか普通っぽい話ですよね。何それ正しく把握って何それみたいな、この抽象的な感じなんですけど、いや実はとても大事な話で、これ、課題の把握がずれちゃうと、 えーといつまでたっても集客ができないという悩みから解放されないということになります。はい、なので、えー、とたまたまですねここ数日何件か私連続で、えー、と新規の方のねお悩みとかを聞いていて数人の方が内容が被る内容があってこれは1人で考えていたらあー解決しないよねっていう内容だったんですよ。 で私がこういうことですよと伝えて本人が初めて分かったっていう内容があるからいつまでたっても集客できない集客できないって悩んでいる方にはぜひ聞いていただきたい、まあ、ある意味ちょっとね残念な話なんですけど、まあ、でも課題が見えてよかったよねっていうことになるので同じような悩みを抱えている方にお伝えしたくこの動画を撮っています。はいということで本日の話題に入りたいと思います。 えっと、課題を、ね、正しく把握するっていうのがどういうことなのかっていうのをちょっと、ね、あの具体例でお話をしますあの。超細かい内容っていうんじゃなくて、これ実は何人か同じようなことを言われたのであの言っとこうと思って言ってる話なんですけど、例えば、えっと、自分は、まあね、そこそこ、例えば SNS とかの発信もしていると。で、まあ、あの 月に、ねえー、何人来てほしいという要望があると。だけど、その人数を満席にすることができないというお悩みだったりする。この,このざっくりした感じだと、あのね、集客できてない人ってだいたいそういう感じじゃないですか。このざっくりした悩みね。で、私の場合、当然質問であのどうしてそういう状態になっているのかという現状把握の質問をしていきます。でその時に そもそも満席というのはどういうことなのかという話をまず聞きます。えー、と人によって満席の概念が違うんですよ。例えばあ私がパン教室をやっていた時って私の満席の概念は、えー、と月に20日レベルの開催のボリュームの講座が全て埋まることを満席というふうに言っています。 えー、自宅教室だったので3人から4人ですね、口座数的には20口座だから60人とかが常に埋まっている状態を満席と言っています。で、さらに、えー、と2回転とかやる日とかは、それの倍,倍はやらないですよ、倍はやらないけれども、2回転かけるとさらにその倍かかった状態が埋まることを満席というふうに言っています。これは私の満席の基準です。で じゃあ、どのぐらいが満席の基準なのかっていうのを聞いたときに、そもそもですね、うんと月の開催が2日とか3日っていう人も実はいたりします。これは言葉の盲点で、月の開催が2回とかで、やるなって言ってるんじゃないですよ。誤解しないでくださいね。副業でやっている方って、 月の開催が2回とか3回っていう方いらっしゃるんですよ。まあ、ちょっとやってる方で、えー、週4、週2とかだと8回っていう方もいらっしゃいますけれども、まあ、例えば週1だと4回生まればいい。となると、3人埋めたかったら 3×4 の12人生まればいいっていうレベルを満席というふうに言っています。で、その中の例えば、しかももっと受け付ける人数が少ないケースもあるんですよ。 1回に2人しかキッチン狭いから入れられませんとかっていうと1人だけ埋まればいいわけですよね1人埋まっていてもう1人埋まれば満席になるわけですからだから満席っていう言葉をどういう概念で使ってるのかっていうことにおいてだから満席にするためには次にあとプラス4人いればいいっていう場合もあるしあとまあ月に1人か2人いれば満席っていう状態を作ることができるっていう。うん まあそういうケースもあるので、満席っていう言葉をこう自分の中でどういう意味で使ってるのかっていうことを理解した方がいいんですよ。私のように60人とか80人集める満席っていう動きと、えー、2人とか3人集める動きでも発信って基本変わらないんですよ。1回の発信って。例えば、えー、とこういうパンに興味がある人っていう人に向けて発信をするっていう手間は。 ボリュームが,大き,かろうが、えー、大きくなかろうが、内容は変わらないんですよ、基本。頻度は変わる必要があると思いますけどね。うん、なので、その頑張る人数の度合いに合わせて、当然 SN、SNS の集客の頻度っていうのは変わっていくわけなんですよ。で、ここでもう一つ問題になるのが、副業でやってる方のケースです。 会社員との副業だと会社員がメインの仕事になるわけですよ。そうするとメインの仕事の空いた片手までやるわけですよね。しかも、月の回数がすごい少ない回数で。これ、自分がお客様の側に立ったときにそういう教室って行きやすいですかっていう話なんです。行きやすすすいいいっていうののののは中身以前の問題なななんですよ開催日日数がが少なすぎるとその人の日程がまず合わない 合わないんですよだってそれは会社員で例えばやっているとかパートでやっている人の片手間でやっている副業の人は本業があるから本業のシフトが出るまでは日程決まらないっていうで決まったから慌てて集客をかけるっていう状況がほとんどですケースとして。だとすると行く側としては目をつけていてものすごくいい教室だったとしてもですよ。唐突に 来月の開催日程はって月末に言われたりするんですよ、前月の末に。それで、翌月に行ける人って、暇な人なんですよ、基本的に。だから、暇な人でものすごいファンでもう日程が出たら食らいついてでも行きたい人集めるか同じく会社員なんだけれどもそんな素敵な内容が出るんだったらもう休み取ってでも行きたいほどもう喉から手が出るほどすごい講座。 だったら申し込まれる確率高いんですよこの両方に当てはまっていない場合にはリピーターさんが日程があったから来てくれるっていうだけでしか回せないんですよね。だってギリギリまで日程がわからないっていうだけでイニシアチブ的に相当低いんですよ。でさらに教室業って激戦区なんです。今いろんな意味でですよ。 あの例えばパンという種類があったとしてもイーストのパンって今だいぶ少なくなってやってるとこはありますけどねイーストから今天然酵母さらに言うと自家製酵母という領域あとはあと米粉とかねそのパンの中のグルテンフリーとかっていう領域で分かれてきたりとかさらにその製法とか内容とかどんどん分かれていくつまり教室が多くできすぎちゃったので単なるパン教室ですよじゃあもう集客できませんじゃあ小麦で。 米粉の中の更にどういう米粉の教室でとかもうだん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 細分化していって特徴をうたっていかないと聞いてもらえないっていう状況になっちゃってるんですよね今。となるとそれをじゃあガツガツに専業でやってる教室と比べた時にその月に2回とか月3回しかやってないっていう教室と比べて行く側として料金がもしも一緒だったらどっち選ばれると思いますか っって言ったら行きやすい、えー、回数多い方の教室に行くはずなんですよ回数多い方の教室に行くからその教室がまたにぎわってなんかいつも満席風になっていてまたにぎわって人って満席になってるとこ行きたいですからね人気のお店行列ができるお店ってそういうことなんですけどつまり満席でにぎわってる教室のところにさらに人って行きたくなって満席とかじゃなくってたまにしか開催されてない教室ってあまり行きたくないっていうのが通常の心理です。 だから、あのー、教室の中身がとか、教室の内容がいいか悪いか以前に選ばれてない可能性があるんですよ。開催日程が少なすぎて、あと特徴が普通すぎて、他と比べたときですよ。その理由は、例えば本業の会社員の片手間でやってるからっていうで。片手間が悪いって言ってないんですよ。だから選ばれにくい状況 ででああるるるっってていうことを自分がが把握すす必要があるっていうことなんですよだから満席にならないっていうのが悩みにならないっていうことなんです。なぜならば選ばれにくい業態を自分が選んでいるからです。はい、ここ満席にしたかったらお客様に寄り添えばいいだけの話で例えばですよ、すごい極端な例を言うとあなたの日程に全て私の日程を合わせますっていうすごいひまひまな教室作っておけばありえるかもしれないですよ。だって ね、あなたの日程全て合わせますですからねそう。それでも埋まらないケースとかあると思いますけどね。だってそれって不可能じゃないですか。だから相手が譲って有給を取ってでも来たくなるような講座を作った時に初めて成立する内容なので集客ができないんですっていうのは中身の問題だと勝手に誤解をした場合に中身をどんなに作り変えたり えー、ブログとかウェブサイトの見せ方をどんなに頑張って変えたとしてもコンセプト設計誰に何をっていうのができていない場合にはあと開催日程があまりにも少ない場合にはどうやったって集客できない可能性が高いんですよ確率論の問題でこれ分かってないと努力の方向間違えちゃって、えー、サイト頑張って直す綺麗にしました来ないですいや来ないですよだって月に2回だから。 っていうこの根本的なところを分かる必要があるっていうのは気づきですね。つまりサービス業はお客様が要望することにすべて答えるとか言いませんよ。要望することに答える確率が高い教室の方がにぎわうんですよ。だから副業より専業の方がにぎわうのはある意味当然。でさらに専業の中でもより えー、内容に特化した皆さんが喉から手が出るほど欲しい習いたい内容である教室の方がうまくいくケースが高いわけですよ。うん、なので、あのー、そのあたりがまず分かってほしいので、えー、っといつまでたっても集客できないって悩む以前にいや自分の環境ってもともと集客しにくい状態を自分で作ってるんだよっていうのが分かってほしいっていうタイプ。 のののの方もいいいらっししゃいますこれ終局のの悩みが解決しないその1のバージョンですねでその2のバージョンはあのー、本質的な悩みは何なのかっていうのを自分が知る必要があるっていうことなんですよ。えー、要はいろんな講座を作ることができます。でこんな講座もやってみました。こんな講座もやってみました。 で、もううまくいかない。で、これも集客できてないっていうのと一緒じゃないですか。で、でも、例えば社会貢献的に苦しんでいる人がいるから助けたいとかね、まああの、よくあるじゃないですか、そういう話って。苦しんでいる人がいるから助けたい。これね、大事なんですよ。大事なんです。大事なんですけれども、一方で集客できないということで苦しむ自分もいる。ね。 苦しいいじゃないですか自分はこんなに助けてあげたいって言ってるのに。なぜそういうことが生じるのか。本当にボランティアでもいいと思ってやってるんだったら集客できようができなかろうが突き進んで発信を止めずにやり続ける必要があるんですよ。いつか通じる可能性があります。本当ににある特定のの誰かかをを救いたくてその人に向かってそ人向っだけメッセージを 大量に発信すれば見つけてくれた人がいいよねって思ってくれてちょっとずつの人数からでももしや申し込みがあるかもしれないだけれどもそこに至らないのはなぜかっていうと大抵の人は心が折れるからです心が折れるっていうのはつまり集客がゼロがずっと続くと自分がやろうとしてることって必要とされてないのかって思ったりするっていう。 自分がいるだからいっぱいなんかいろんなことやってるんだけどもどれもこれもうまくいかなくて私は何がやりたいのか分かんなくなっちゃいましたっていう迷子になってる方は本本当ののの自分の喜びの本質を知るる必要があるんですよつまり本当の喜びの本質は集客ができること予約が入ることこれなんですよということは場合によってはあのその ど,どういうものに寄せていくかは別ですよ。満席になるとか予約が入るような講座の内容に変える方が早いんですよ。もちろんリサーチが必要になります。もちろん戦略的なものが必要になります。だけれども本当に心からもう私これ大好きでこれを発信して食いついてくれる人とだけ楽しくやりたいっていうんだったら心って折れないはずなんですよ。 だって自分がそれ楽しくてやってるだけだから。折れるというのは認めてもらえてないっていうことに気づいてしまうと心が続かないから本当にそれをやりたいことなのかっていうことじゃないケースがあるんですよ。要は認められたい集客ができたら嬉しい頼られたら嬉しいって言うんだったら頼られるものを仕事にした方が早いんですよ。これを気づかないと これもやった発信のやったがうまくないっていうのとキャッチコピーの作り方がうまくないとかっていうのもあったりするかもしれません。だけれども本当に心からもう誰に何と言われようとも,もうこれは絶対にこれで人を救いたいんだっていうふうにゴリゴリに思うんだったらあの別に無償でもやり続けたらいいんですよ趣味的にね。 で趣味からもちろん仕事になるっていうことだってありえるわけですからだからちゃんと予約が入ることを優先したいんだったら予約が入る内容を選びやっていく必要があるんですよね。<laughs> ここが結構自分で見えなくなっちゃって本当の自分の要求にもっと素直になった方がいいって思う方もいらっしゃいます。 自分の欲求にっていうのが、うん、だからお金のブロックある人って割と欲求に素直になれない方多いです。あと稼ぐのははしたないとかねあ、稼ぐっていう言葉を使うのはなんかかっこ悪いとかね、そういう方ほど、べきであるとか、ねばならないとか、 するべきですかみたいな話とかをよくべき言葉をね私によく聞いてくる方多いんですけどなぜべきという言葉を使うのかはよくわかんないですだってべきっていうのは自分は本当はそうしたくないんだけどそうするべきですよねみたいな本当は嫌なんだけどっていう割と否定語的なところでよく使われるんですよじゃああの ね、私がじゃあそうですよって言ったらすんなりやるんですかっていうとあんまりやりたくなさそうな顔するんですよね。だから「あのべき」っていう言葉を使ってる時点で本当はやりたくないことなのかもしれないって一旦疑うことの方が大事だったりする時あるんですよ。だからあの自分の欲望と欲求にもう少し素直になった方がよくって。もう 突き抜けてやりたいことをやるんだったら最初評価されなくたって1年でも2年でもやり続けたら評価されることだってあるかもしれないじゃないですかだからそこまでやんないですよ皆さん話聞いててもですぐ心が折れるとかね言いますけれどもしかも発信量が異常に少なくてその状態で心折れるとかね 言っちゃったらもう全部中途半端になるからうまくいくものもうまくいかないですある程度の量が必要になるのでもう計測力ですねだからあのー、折れない心はなぜできるのかって言ったらそれが本当に好きだからです本当に好きだったら関係なくできるはずなんですよでも食べていくためにお金が必要って言うんだったら食べていけてお金が入るもの っってていうののはやっぱり求められてるもの <laughs> 自分がそれをやりたい伝えたいじゃなかったとしてもですよだからそれはそれこれはこれって切り分けるか自分も伝えたいし欲しがってる人がいますよねっていう内容をちゃんと作り込んでから発信するし集客するっていう。 必要になるので大抵あのそういうふうになんか付け焼き場的にいろいろ手当たり次第にやっちゃってうまくいかない人ってそこまで練ってないです大体。うん、で例えば練るっていうことをする場合ってやっぱりそれこそコンサルさんとかにね私じゃなくてもいいですよコンサルさんとかに相談をして 客観的に見てもらって判断してもらうっていうことをしたらいいんですけれどもそういう方に限ってコンサルにも相談もしない学びのところにも行かないそして一人で悶々としてるっていうケースが結構多いんですよだからそういう方は課題を正しく把握してなくって永遠に悩みの中をぐるぐるさまよい続けることになります はい、なので自分の知恵でどうしようもないうまくいかないっていうふうになったら誰かの助言とかそういうのをしっかり聞いて実践するっていう癖をつけない限りど,どの道ね、あね分かってほしいのが今の自分を作ってるのは過去の自分の思考が今の自分を作っちゃってるんですよ。ということは未来の思考も今の思考で作ったら同じ未来になっちゃうだけなんで違う思考を取り入れない限り未来は変わらないんですよ。 しかももしかして自分が嫌って思ってることとかをやなきゃいけないかもしれないんですよ。何か新しいその未来を手に入れるためにですよ。一見遠回りに見えるようなことでも。私は基本自分の苦手が目の前に現れたら、それを全部潰すっていうふうに決めているので、めちゃめちゃ嫌なこととか苦手なことも一旦はトライします。はい、それによって世界を広げてきて、い今、 人から見ると何でもできる風に見えてる私になってるのはつどつどやだなこれとか言うでも目の前に現れたからとりあえずやっとくかって言って何でもトライしてやってきたから何でもできるようになっただけですはいそれによって複合的にいろんなことができるからその知恵を使って何でもできるようになったっていうまあそういう経緯があるんですけどねですからあのー おすすめしたいのはもうとにかく課題を正しく把握しないと未来に向かって進んでいきようがないというこれが結論ですはい、で今日のまとめをしたいと思います集客の課題は正しく把握することが大事ですそのポイントは今の自分はつまり集客ができてないという自分は過去の自分の思想が作っている結果だということを認める必要があります でそれを変えるためには、そうじゃないと言ってくれる人の助言を聞かない限り、そのスパイラックが抜け出せませんよというお話になります。若干厳しめな話ですけどね。はい、そういう感じで、ちょっと今一度自分の状況を見直してみてください。それでは。